はい、東京駅の丸の内駅舎ですね。はい、おはようございます、ホッサーです。今日はね、ここ東京駅に何をしに来たかと言いますと、タイトルにも書きましたが、山手線をねぐるっと一周歩いてみようというような企画になっております。本日も体力系の企画になりますが、頑張っていこうと思います。まあね、関東圏にお住まいの方で山手線を利用したことない方、乗ったことない方っていうのは、まあ、ほとんどいないかと思うんですけどもね、山手線を、ぐるっと一周すると路線距離ですけども約40キロぐらいありますので、だいたいフルマラソン走るのと同じぐらいの距離が多分あると思うんですが、そんなような感じになっています。はい、それで今回の旅のルールですけども、山手線の駅ですね、全部30駅あるんですけども、全駅に立ち寄っていきたいと思います。ルートとしましては内回りルートですね、上の方面に向かって先に歩いていく感じになります。まあ、コース取りに関しては、まあ、正確にね線路沿いをトレースするというよりはその付近を通っていくような感じで行こうかなと思っています。はい、それからね、ルールとはちょっと違うんですけども、今回はちょっとねお助けルーレットを用意しました。今からルーレットを回して出た目の数、鉄道の利用可としたいと思います。まあ、1が出たら1区間、2が出たら2区間というような感じでやってみたいと思います。ではね、ちょっとお助けルーレット回してみましょう。じゃあ回してみよう。どれだ、来い来い来い、ゼロやめて、ゼロやめて、あー3だ。これはラッキーじゃないですか。まあこれはね、バラバラに乗ってもいいんですけど、連続して乗った場合は全駅呼んなきゃいけないので、それぞれの駅で降りていくっていう形に、していきたいと思います。はい、それではね、山手線一周徒歩旅をスタートしていきたいと思います。時刻は見えるかな、10時ちょっと前ぐらいですね。ログアプリで一応歩行の記録もしていきたいと思いますね。スタートさせます。スタート、よいしょ、着いたかな、 OK、 よっしゃ行こう。はい、まだまだ神田駅の手前なんですけどもね、近い23で金山ビルっていうんですけども、ここのね、僕学生時代アルバイトしてたお店があるんですよ。今あるかな、何年ぶりに来たろう。あ、このゴルフ屋さんは確かあったな、まだあるんだ。ここを曲がったところに、あった、でもなくなってるわ。あら、金山ビルに、確かここに入り口があった気がするね、地下のお店だったんですけど、なくなってるね。なるほどなるほど、潰れちゃってもう地下は入れなくなってるのかな、わからないですけど。はい、神田駅ですね。まだ、東京駅から次の1個目ですけども、ちょっとこの区間はね、いろいろ思い出もあってゆっくり歩いてしまいました。30分ぐらいかかっちゃいましたが、この先は少しねペース上げていきましょう。はい、秋葉原駅ですね。いやーすごいぞ、こっちは馬娘の広告だ。海外の方とかもね、団体さんでいらっしゃいますよ。よし、じゃあ次に進もう。はい、現在ね、秋葉原から御徒町に向かって横高架の線路沿いを歩いていますね。いや、やっぱ東京のど真ん中を歩くということで、やっぱどうしてもねこう取っちゃうと人が結構映っちゃうんで難しいんですよね。やっちゃっとちょっとこの人があんまりいないところに来たんで、こんな画角で喋ってますが、で自撮り側にしてみよう。こうすればまあそんなに人は映り込まないかな。2024年6月の上旬なんですけども、梅雨入りはまだ東京はしてないのかな。ですが、まあ、雨は降ってないですが、かなりどんより曇り空ですね。ですが比較的涼しいかな。山手線一周歩き日和かなっていう感じの天気ですね。はい、御徒町駅ですね。なんかパンダの像あるぞ。はい、上野駅までやってきましたよ。いや、いいですね、このクラシックな駅舎。いつ見ても小学校卒業するまでで利用した駅だったら山手線の中で一番多いですね。はい、間もなくね、うぐいす谷駅なんですけども、山手線の駅の中でもね、僕が利用したことない駅の一つですね。大人のホテルしかないんですけどここの駅利用するのってさ、このホテル街を利用するしか目的ないよな。すごいとこ通ってるけど、そんなところを歩いてます。まあ、昼だからまだそんなに人はいないけどね。はい、ということで鶯谷駅ですね。まあ、少し前のデータですけれども、2022年かな、高輪ゲートウェイに次いで、
利用者数が山手線の方は少ないっていうデータ出てましたね。はい、もう間もなく日暮里駅かなっていうところまで来てるんですが、だいたい今スタートして2時間ぐらいですね。はい、ということで日暮里駅に到着しました。日暮里駅は京成線とか日暮里舎人ライナー、 JR 線もね、常磐線方面と東北本線方面と分岐する駅ですよね。もう結構なターミナル駅だと思います。はい、ということでちょっとね、僕の思い出の場所というか非常に印象深い場所にご案内します。まあ、こっちが JR とかさっき言ったところの日暮里駅ですね。でちょっと舎人ライナーの線路に沿ってきてもらって、こうファミリーマートとかあるこの地点になぜ来たかと言いますとですね、2011年3月11日ですね、東日本大震災があった日でございます。僕はねちょうどここにいたんですよ。はっきり覚えてますね。ちょうどこの後ろのコンビニで買い物をして出た瞬間に震災に遭いました。でね、この上の線路がもうグワングワン揺れてたの、本当に落ちてくるんじゃねえかぐらい揺れてて、ここで座り込んじゃいましたね。人間本当にあんまり大きい震災とか体験したことない事象が来るとね、動けないんだなっていうのは分かりました。もしね、まあ落ちてくることはないように設計されてるんだろうけど、これがねもしバンって落ちてきたりしたらもう僕はいなかったんでしょうね、このように。その時は当時自宅は千葉県だったんですけども、まあ交通機関は全て止まってしまっていて、ここから千葉までね歩いて帰りましたね、一晩かけて。あー大変だったね。まあその後もいろいろ大変でしたけども、まあまあ津波に遭った方とか亡くなった方に比べればっていう感じですけども、そんなような場所でございます。はい、ということで西日暮里駅ですね。この日暮里と西日暮里間が山手線では一番路線距離が近いのかな、 0.7 キロって書いてありましたねっていう感じのところです。では次にもう行きましょう。はい、西日暮里からね田端に向かって、もうすぐ田端駅ですね。もう駅見えてますね。どうやら新海誠監督の天気の子のラストシーンで使われた場所がこの辺りらしいんですよね。確かなんか上り坂だった気がするからこの辺なのかな。まあちょっと正確な場所がわからないのですが、まあそんなような場所です。それで見えてきたのが田端駅の南口ですね。これかわいいやつ。こっちの改札は無人なんですよね確か。いや非常にいいね、なんかノスタルジックだここは。はい、現在地ね田端と駒込の間の、踏切にいます。これね山手線で今唯一残されている踏切らしいですよ。第二中里踏切っていう踏切なんですけども、開かずの踏切として有名な場所らしいですね。確かに長いな、ずっと待ってたけどなかなか開きません。でこれこの踏切って廃止されるっていうらしいので、おそらく2030年頃にはこの風景も見れなくなってしまうんではないかなと思います。お、来た来た、すごいすごい。うん、確かにこのお昼の時間帯でも結構長かったから、朝とか夕方のラッシュ時は開かないんだろうな。はい、もう間もなく巣鴨に着く感じですね。正面に見えてるのは巣鴨の駅ビルかな。東京駅をスタートしてちょうど10駅目がこの巣鴨なので、駅数で言えば3分の1、終わったことになるんですかね。距離はどれぐらいだろう。はい、距離と時間が3時間ちょいで 12.3 キロ。ちょっとお昼休憩にしますか、ここで巣鴨の辺で。はい、大塚駅ですね。今列車来ましたが、ここが大塚駅で北口側ですね。これがあるんだな。正面のこの大きい建物は、星野リゾートのオモファイブですね。比較的カジュアルなブランドですけども、まあ歴史としたね国内有数のホテルチェーンの星野リゾートさんの宿ですね。しかし大塚は綺麗になりましたね。僕はほとんど10年以上大塚に降り立ったことはないんですが、ずいぶんすっきりしたなっていう印象ですね。
で、この大塚から次の池袋まで、この旅初のねお助けカードを使いたいと思います。というのもね、ここから池袋は約 1.8 キロ路線距離あって、今の山手線の中では2番目に距離が長いらしいんですよね。多分歩くと2キロ強あるはずなんで、30分ちょっとか、ワープできると思いますので、はい、ということでね、大塚から一区間乗りまして池袋駅までやってきました。めちゃくちゃ早いわ、あっという間だ。一駅なんてね、2キロですから。よし、じゃあこの後しばらくまたね歩き続けていこうと思います。次はどこだ、目白か。あ、僕目白をもう使ったことないです。いや、池袋から目白駅に向かって歩いてるんですけども、この反対がなんつうの、メインじゃない明治通りとかじゃない方の道路ってこんなに静かなのか。すごいね、閑静な住宅街ですね。で、ちなみに今日ですね、靴はこういうの履いてます。これね、ホカオネオネっていうブランドの、まあ、ウォーキングシューズですね。ただね、結構厚底なので、足は疲れにくいですね。もう15キロぐらい多分来てるけど、まだまだ足は全然大丈夫。はい、ということで目白駅ですね。いや、初めて駅舎の前に来ました。ステンドグラスじゃないけど、なんかちょっと西洋チックな窓になってて、こんな駅なんだな。はい、もう間もなく高田馬場駅に着くような、ところなんですが、僕はですね、東京で約11年ほど会社員やってまして、でこの高田馬場のね駅のそばに営業所があったんですよ、勤めてた会社ので。そこにどうだろう、6年7年ぐらいいたかな。なので多分トータルすると人生の中でこの高田馬場駅が一番使ったかなと思います。なので高田馬場は変わってなければ結構詳しいです。ちょっとおすすめの店を紹介しましょう。多分あるはず。はい、そのお店はね、この高田馬場栄通りっていう商店街を入ってきます。このね、つけ麺屋さんのひまわりっていうお店なんですけども、ここがめちゃくちゃうまいんですよ。本当におすすめで、ぜひ行ってみてください。高田馬場栄通りひまわりで検索してください。はい、高田馬場駅ですね。久しぶりに来たわ。はい、ということで新大久保駅ですね。で、走行距離が20キロになりました。新大久保駅が東京駅から数えて15駅目なので、駅数としても半分で、距離としても大体半分ぐらいかなと思います。順調なペースだね。しかもまだお助けカード2枚あるからねっていう感じですけども、続き頑張っていこうと思います。はい、ということで新宿駅ですね。いやー、すごい人だ。ちょっとね、ここ来るまで歌舞伎町の真ん中で歩いてきたんですけども、すごかったね。何年ぶりかに歌舞伎町なんか通ったけど、ちょっと怖かったですね、僕みたいな田舎者が。はい、そういう感じでございます。